久保さん、今回、洗濯を増やす方法にしましょうか。選択を増やす方法。洗濯を増やす方法は、まあ、このロバート清崎さんの本にもありますけども、あのー、まあ、労働してたらやっぱ無理なんですよ。ね。で、僕は、まあ、労働なんだけども、労働じゃないというか、なんかその、時間が増えるんですよ。例えば、これ5分取りました。じゃあ、5分が積もるんですよ。 ね、もちろんこの動画がいっぱい再生されるかどうか分かんないし、まあ再生されないと思いますけど、でも、なんだろうな。別にもう一回喋ったら、その動画が回ってくれるわけですよね。だから時間増えるわけですよ。だけど、時間の切り売りして金稼いでると、その切り売りした分の金じゃないですか。また切り売りした分の金。これ一生時間増えないですよねで。お金の上限も給料だとアップあるじゃないですか。 僕はその選択を増やす上で時間的、収入的っていう、まあ時間とこの収入のバランスで超大事だと思うんですね。例えば月収300万円でも毎日労働を18時間してて365日休みがない。じゃあ月収300万年間3000万ぐらいもらえます。だけど1日プライベートで使える時間が、えー、と6時間しかありません。睡眠時間を入れたら2時間です。4時間寝てね。えー、でプライベート2時間で3000万どう使うんですかっていう話で。 だから、収入と時間のバランスって僕めちゃくちゃ大事だと思うんですよ。だから、逆を言うと僕はお勧めしてるのは自分の力でネットで稼げるようになって20万でも稼げれば場所を自由、固定費安いところに行けばもう結構自由に行けるんですよ。で、別にその田舎住んでも収入を上げられるんで場所関係ないから。だから僕はネットっていう選択をした方が非常にいいのかなと。逆に言うとネットっていう選択をしなかった人は もうずっと労働という選択しかできないっていうね。だ僕は悪いですけども、あのー、ネットもできるし、あのー、バイトもできるんですよ。別に。コンビニのバイトできますよ。久保さんもやろうと思えばコンビニのバイトできますよね。もはや僕と久保さんなんかは、もし日雇いバイトしたら、それをネタにして動画でまたレバレッジかけるんで。隠 <laughs>、ね、居、隠居久保哲郎。あの、何十年ぶりにバイトしてみた。再生数もありそうですよね。<laughs> 陰境がバイトするとどうななかみたいな面白いですよね <laughs> あの。世界を離れた男がみたいなね。世界は普通の世界を離れて20年バイトしてみたみたいな <laughs>、ね。<laughs> っていうなんかそれ,それもネタにできるんででも労働しかしてない人はこのネットできないからネット難しいじゃないですか僕と久保さんネットマスターしてるんで労働もも,もはやネットに囲い込めるし でももう、もう、やりたい方だねなんですよ。だから僕はもう、その、なんだ、あの、収入と時間をこう増やしていくためには、このインターネットっていうね、テクノロジーを使うしか僕はないと思います。アーカイブ機能。動画がどんどんストックされていく。で、その動画は僕が寝てても遊んでても別に回ってくれる。ブログもそうですけども。うん。まあ、これは昔なかったんですから、今あるんで。 これをその使いこなせるようになると本当に選択が増えるかなと思いますけどねやれることだったりとか時間とかうんはいいってらっしゃる。